あのさ、このね、なんだっけ、トレントガールだっけ、ゲットしたのよね。なんかチケットもらったからさ、なぜかチケットをもらえたのよ。で、ゲットしたからね、これちょっと見て。トレントガールって無双しすぎじゃない？やばくない？まだね、全然ね、育ってないから、腕音でね、ちょっとやってみたんだけど、マジで遠距離攻撃えぐいし、やばくない？普通に。ね、仲間のね、方もね、サポートしてくれたりね、うまい方だったので、よかったんだけども、いやー、このキャラね、育てよっかな、かわいいし。ね、この牙がいるとね、やっぱ後ろね、ちょっと白前気をつけないといけないからね。ドラゴンライダーを置いて、そして、大型に大型当ててくれたのでね。なんかこの UFO でなんか回収してるけど。このくるみ割り人形。楽に大型一匹やれましたね。で、私ね、多分ね、どうなんだろう。トレントガールとこのフォアドラってあんまり良くないよね。よろしくないよね。トレントガールにフォアゴラって。フォアゴラじゃねえ。フォアガって。でも、出してしまったんだけどね、買ったんだよね。どんだけ無双すんのみたいな。で、このレドラもね、ちまちま、ここ剣士ね。ここ剣士むっちゃ出すんよ。で、遠距離からさ、むっちゃやれるの。この UFO も出したから、かな？なんかむっちゃ動かなくてさ、この、レッドドラゴンが。やばくない？で、この妖精ちゃんでね、フェアリーちゃんでね、回復してもろて、マジで無双やばいやー、みたいな。これ育てるべきキャラよねー、みたいなね。やっぱね、ちょっと引き気味に出すとさ、強いよね。慌てちゃってさ、遠距離のキャラなのに、近くに出しちゃう人がいるけど、それってね、やっぱすぐやられんじゃん？防御か、体力か、低いかわかんないけどさ。でもこれちょっと遠くに出して、うまい具合のとこに出すとさ、めっちゃ無双かかって、やばい。アシュラより無双、これ。この周りのね、このチビの木がね、トレントさんみたいなやつが一匹おるよ。ほら、こうやってむっちゃ投げてくんじゃん。やばい、マジで、かわいいしな。喋り方もね、癒し系だよね、この子。トレントガール。いや、マジでゲットできて嬉しいわ。で、こうやってトレントガールで、遠方から距離攻撃し、遠距離攻撃しながら、このね、マジックの猫ちゃんとね、このね、クリミアル人形とね、めっちゃハメ技してね、めっちゃ面白かったです。このカマキリもいい味出してるよね。むっちゃハメ技できるね、これ。ハメハメやん。ハメハメー。はぁ、あ。